じゃあ私ちょっとここにいるんで、はい、いい、見てください。ここはちょっと私あのあれなので、あ、はい、ギリギリまで来ていただいて大丈夫です。荒川です。荒川さんのカードだ。本当ですか。ああ嬉しい、ありがとうございます。こちらこそ本当ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。こんな機会に、いえいえ、こちらこそ見えますか。大丈夫ですか。最後に簡単にプレゼントがありますよ。ありがとう。ありがとうございます。はい、それでは大変お待たせいたしました。保全の森にお集まりの皆さん、そしてインスタライブ、TikTok ライブ、YouTube をご覧の皆さん、改めましてこんにちは。ありがとうございます。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。本日はですね、特別企画として砂猫トークを開催いたします。まず最初にですね、砂猫たちおやつの時間ですので、おやつをあげながらスナネコという動物のご紹介をしていきたいと思います。その後にですね、本日はこちらにいるスナネコ4頭たちのエピソードをお話しさせていただきたいと思います。さあ、それでは前にいるお姉さんとお兄さん、早速おやつをお願いします。スナネコは北アフリカや中央アジアなど砂漠地帯に住む動物です。世界最小級の野生猫と呼ばれておりまして、大人になっても体重は2キロから3キロほど。そしてこの子たち、この可愛らしい姿から別名砂漠の天使とも呼ばれています。砂漠に住む動物ということで、独特な特徴をいくつかご紹介いたします。まずスナネコたちが立ち上がった際、皆さん足の裏ご注目ください。あ、今見えやすいですかね。さあ、スナネコたちの肉球、見えた方いらっしゃいますか。 ありがとうございます。ここは手を挙げちゃいけないところなんです。ありがとうございます。実はですね、スナネコたちの肉球はあまり見えにくいようになってます。というのも、足の裏全体に長い毛が覆われています。これは砂漠に住む動物ですので、熱い砂の上歩いた際に足の裏やけどしないように保護する役割を持っています。そしてこの大きなお耳、入り口も長い毛で覆われてしまっていますね。これも砂漠の砂が耳の中に入らないようにする仕組みだと言われています。こちらの展示場にいる4頭のスナネコをご紹介していきます。まず展示場を向かって左側、お兄さんが今挙げている方、2頭いますね。お名前、マシュリク、サディーカ。そして向かって右側、お姉さんが今挙げている子たちがアミーラ、ハディアです。この4姉妹とってもそっくりですので、なかなか見分けが難しいかもしれません。見分けるポイントとしては、一番分かりやすいのが尻尾の模様です。あとは顔の骨格の形、
おでこの模様なども4頭それぞれ違っていますので、そちらでもぜひ見比べてみてください。今あげているおやつ、赤いお肉が生の馬肉、白いお肉が生の鶏肉です。可愛らしい動物ですが、この子たちはれっきとした肉食動物。お家に帰った後食べるものはひよこやネズミです。骨ごとバリバリと噛み砕いて食べてしまいます。スナネコの展示場をよく見てみると、この子たちの飲み水はセットされておりません。というのも、この子たちはとっても乾燥に強い動物です。お水をセットしてあげてもほとんど飲むことはありません。この子たちが普段どのように水分をとっているのかというと、今食べているお肉です。食べ物から効率よく水分を吸収できる仕組みを持っているため、過酷な砂漠の中でも強く生き抜くことができるんです。はい、それでは今日の分のおやつは終了になりました。それではここからですね、こちらにいる4頭のスナネコたちのエピソードトークをご紹介していきます。ぜひこの子たちの可愛らしい姿ご覧いただきながらお聞きください。実は知ってる方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、こちらにいる4頭のうち3頭、ハディーヤ、サディーカ、マシュリク、12月3日、ナスを離れます。この4頭は王国としても、私たち飼育員にとっても本当に特別な存在です。なので今日はこの4頭についてお話をしていきたいと思います。まずアミーラです。アミーラは2020年の4月、シャリフとジャミールの間に生まれました。出産の1ヶ月ほど前からジャミールのお腹が胎動といって時折動いているのが分かり、私たちは大きな喜びと少しの不安や緊張を持ってジャミールの出産に向けての準備を行っていました。ジャミールは26日の夜中から産気づき、27日の早朝、ジャミールは3頭出産しました。先に生まれた2頭、男の子と女の子でした。しかしその2頭は生まれた時点で息をしておらず、死産となりました。3頭目に生まれたのがアミーラ。アミーラはとっても元気に生まれてきてくれました。しかしジャミールは出産後、大きい声でワン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 と鳴きながら巣箱を出たり入ったりしていました。その声は保全の森の入り口の方まで聞こえるくらいとっても大きな鳴き声でした。獣舎を覗くと巣箱から出てきたジャミールと私が目が合い、その表情からもう息をしていない2頭と母を求めて一生懸命泣いているアミーラに挟まれて、どの子をどうしたらよいかわからないといった様子でした。私たちは手を貸しても貸せない、そんな状況で胸が切り裂かれる思いをしました。私たちはギリギリまで様子を見ていましたが、次第にアミーラは泣かなくなり、動きもだんだん弱くなっていきました。これ以上待っているとアミーラは死んでしまうと判断し、人工保育にしようと決断しました。巣箱から出して手のひらに乗せたアミーラは氷のように冷たく、息をするのも精一杯の状態でした。すぐに保育器に入れて獣医とともに処置を行いました。取り上げから約6時間後、アミーラはミルクを飲み始めて大きな声で泣いてくれました。スナネコの飼育自体、国内の動物園では例がなく、ましてや人工保育となるとなかなかデータを集めることができませんでした。私たちは今までのネコ科の人工保育の経験やその知識をもとに試行錯誤をしながら人工保育に取り組みました。
人工保育は獣医師と砂猫の担当者、私とそちらにいる橋本さんと桜井さんの3名で行いました。日常の飼育作業に加えて2時間おきの哺乳、アミーラの体調は大丈夫かと毎日毎日アミーラのことで頭がいっぱいの状態、そして日本の動物園初のスナネコの繁殖を任されたという重圧、毎日毎日精神と体力を削り命と向き合いました。また人工保育を取り組んだスタッフの中でも初めて猫科の人工保育を経験するというスタッフもいました。人工保育が始まった当初、アミーラが飲むミルクの量わずか 1cc から 2cc、 毎回 0.1cc 単位で哺乳量を調整いたします。この 0.1cc とは水滴1滴から2滴ほど、本当に少しの量をアミーラが飲むスピードに合わせて少しずつ少しずつ飲ませていきます。小さな注射器に乳首を装着し、慎重に慎重にゆっくり押してミルクを出していきます。その時私たち左手ではアミーラの体勢を整えて、アミーラの体温や飲む力を確認しながら行うため、この左手に集中しすぎると右手に力が入ってしまい、ミルクを出しすぎて誤嚥してしまうかもしれません。しかしながらゆっくり時間をかけすぎてしまうと体温が下がってしまったり、子猫の体力がなくなってしまいます。この人工保育、とても難しい技術で、失敗は命に関わるため、実際にミルクをあげる際、未経験のスタッフたち、何日も何日も注射器をわざわざ家に持って帰って、水を使ってひたすらミルクを与える練習を行いました。このスタッフたち、初めてアミーラにミルクをあげたとき、緊張で手が震えましたと、こんなに少しずつでしか飲めないんだと、でもごく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 一生懸命飲んでくれて、その感覚がすごく嬉しかったと言っております。まだまだ技術が未熟な私たち、この人工保育が辛く大変なものから喜びややりがい、幸せに変わったのはアミーラの生きる力のおかげです。アミーラのおかげで私たちスタッフの方が大きく成長することができました。その後、アミーラは命の危機を乗り越え、すくすくと育ってくれました。人工保育で育った個体というのは、育った環境の影響からペアリングができなくなり、将来繁殖につながらなくなってしまう恐れがあります。また、一頭のみで育つと、社会性やコミュニケーション力、運動能力が育ちません。私たちは、アミーラがスナネコらしい生き方をしていくのにはどうしていこうかと思っていた矢先に生まれたのが、ハディやサディカ、マシュリクです。この3頭が生まれたのは7月9日の未明です。監視カメラから2頭は元気で母親と一緒にいる姿が見られましたが、1頭だけ動かない子がいました。それがハディヤです。それを見てこの子も死産なのかと一瞬思いましたが、よく見るとほんの少しだけ口をパクパクと動かしているのが分かりました。その状態からこれはまずいと判断し、すぐに人工保育に切り替えました。2頭をしっかり抱いているジャミールの目の前で衰弱しているハディヤ、ハディヤを取り上げようとするとジャミールはすごく怒りました。しかし目の前で冷たくなっているハディヤを救うため、スタッフ2人で連携を取り取り上げることに成功しました。その際ハディヤもまた瀕死の状態でした。アミーラの時の経験からスタッフ全員がスピーディーに処置や保育を行うことができ、ハディヤもまた奇跡的な回復をしてくれました。
目が開いてからのハディーヤは面白いもので、アミーラと性格が真逆でした。マッサージをしてもらうのが大好きだったアミーラと違って、ハディーヤは私たちが触ろうとするとすごく怒ったり、本来は乗っかって温まるための湯たんぽにどうしても下に潜ろうと一生懸命タオルを引っかいたり、表情や行動の一つ一つ独特で、スタッフ同士で保育をしながら、あれ、これ本当にアミーラの妹なの？と笑ったものです。すいません、失礼しました。しかし、とても助かったのはアミーラと違って離乳時期、好き嫌いを全くしなかったことです。いつでも食欲旺盛なところは見ていてすがすがしかったです。成長した後はアミーラと同じ空間で過ごすこととなったハディーヤ。そのおかげでアミーラ、ハディーヤは共に遊び、喧嘩をし、寄り添い合い、スナネコらしい生活を送ることができるようになりました。初めてアミーラがハディーヤを優しく、そしてぎこちなく舐める姿を見たときは、スタッフもみんな驚き喜んだことを覚えています。お互いかけがえのない存在になれました。そしてサディーカ、マシュリクは辛い出産を経たジャミールに愛情をかけた子育てを経験させてくれました。ジャミールはサディーカ、マシュリクからひとときも離れず、一生懸命にお世話してくれました。巣箱から出てくるようになったのは生後28日目。その日は朝早くにスタッフがいない時間を見計らって、ジャミールの後を追いかけてよちよち歩いていました。その頃から2頭の性格は今と全く同じです。マシュリクは自由奔放。ジャミールの言うことを聞かず、自分の行きたいところにフラフラと行ってしまい、ジャミールがあたふたしていました。サディーカは慎重派。ジャミールと共に常に一緒に行動していました。成長した後もそれは変わらずで、今でもバックヤードで人に対して警戒心が強いジャミールの教えを守るように、人を目でしっかりと追いかけ、よく観察しているサディーカ。一方、マシュリクはその隣で自分のうんちを転がして遊んでいるのでした。なんでこうも性格が違くなるのかと、とても面白いものです。話は戻りまして、生後39日目、ジャミールがご飯を食べていると、子供たちは真似をしてお肉を舐め始めました。それを見つめるジャミールの姿は母性にあふれていて、心から感動しました。展示場に出始めた頃も、その動きに2頭の性格が出ていたことも思い出されます。展示場でのおやつも、いつも旦那のシャリフのおやつを横取りしていたジャミールが、マシュリク、サディーカにおやつを譲っていて、母の温かい心を見ることができました。そして何より、この2頭は人工保育で育ち、まだスナネコ同士の関わり方がぎこちない人工保育組の2頭が、自分たちの居場所に引っ越してきたとき、威嚇し警戒するアミーラ、ハディーヤに対して怒らず優しく遊びに誘ってくれたりしてくれていました。獣舎への帰り方、展示場での過ごし方を教えてくれました。人工保育組がストレスなくのびのびと過ごせるようになったのは、間違いなくマシュリクとサディーカのおかげです。この4頭は私たちにたくさんの幸せ、癒し、感動を与えてくれました。那須を離れることはスタッフ一同、そしてファンの皆さんにとっても本当に寂しいことです。しかし、他の動物園でスナネコをもっともっとたくさんの人に知ってもらうこと、この子たちの命をつなげること、愛してもらうことは、那須のスナネコファミリーにとっても重要なことです。離れていても、この子たちがここで過ごした時間と、ここで出会えた方々の思いは、
4姉妹がきっと覚えていてくれます。なので4姉妹の今回のお引越し、ぜひ皆さん笑顔で見守ってください。以上でエピソードトークは終了です。ご覧いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございます。本日はですね、閉国時間になりましたら、スナネコたちがお家に帰るところもぜひ見ていただきたいと思いますので、この後もぜひ那須動物王国でのお時間お楽しみください。はい、それではですね、この後、機材の撤去等がありますので、一度保全の森出ていただいて、その後ですね、開放したいと思います。